藤議員。5項目目の後援管理事務所の諸問題の2点目、三崎神社の木を伐採したことについてなんですが、先ほども言いましたけどね、議員からの働きかけがあったので木を切ったんですか。東都市局長。都市局長でございます。公園、緑化公園館の方にはですね、日頃からさまざまな議員の方からいろんな問い合わせがございます。この件につきましても、確かに一部の議員の方から問い合わせはございました。ただ、今回、木を切りましたことにつきましては、先ほども答弁申し上げましたとおり、財産区の所有地の保全、管理の必要上から切った、それが判断ということでございます。辻元議員。これも情報が寄せられておりましてですね、当日ですね、他の公園の仕事行かなくていいから、この神社の木を切れと言われて、みんな納得いかないまま、高所作業車まで出して、伐採や剪定をさせられました。何の仕事ですかというと、某議員から依頼されたらしいという方やったんですね。これは第一義的にはですね、神社の木なんですよね。これ神社の木で、だから神社の木やから神社が切るべきやと思うんですよ。民法上はそうやと思うんですけど、神社には切ってくださいという依頼はされたんですか。東都市局長。都市局の緑化公園館の方からはそういう依頼はしておりません。辻元議員。だからなんですっ飛ばしてその緑化公園館の職員がですね、木を切ることになったんかなというふうに思うんですけど、これ法的に問題ないんですか、総務部長。中島総務部長。総務部長でございます。先ほど都市局長が申し上げた通り、財産区の土地の管理上に支障が出ているということで、公の土地を良好な状態に保つと、そういう観点で、木を伐採したものでございまして、何ら法的に抵触するものではございません。以上でございます。辻元議員。いやいや、だって第一義的にはですね、そういう神社の管理者で、で私なんで切ったんですかって初め聞きましたらですね、どこが神社管理してるかわからへんって言われたんですね。わからへんかったから切ったんですって言ったんですけど、私登記簿を挙げたらすぐ分かりましたよ、どこの神社が管理してる。名前言いませんけどね。で情報が寄せられたのを見ると、ある議員の名前が出てきたんですよ。誰からの問い合わせがあったんですか。東都市局長。都市局長でございます。先ほど申し上げましたように、議員からの問い合わせについて、そのことを考え考慮して切ったものではございません。以上でございます。辻元議員。いやいや、議員からの問い合わせがあって切ったんじゃないのはいいんですけど、誰から、どの議員からの問い合わせがあってというところをお聞きしたいと思います。東都市局長。都市局長でございます。申し訳ございませんが、その点については、この場ではお控えさせていただきたいと思います。以上で全議案に対する質疑及び一般質問を終結いたします。